ハイメ・ラモン・メルカデル・デルリオ、または、ジャウマ・ラモン・マルカデ・ダルリオは、スペイン生まれのソビエト連邦のスパイ。ソ連では、ラモン・イワノビチ・ロペスと呼ばれた。レフトロツキーを暗殺したことで知られる。ソ連邦英雄。通常は、母親の性の一部を省略したメルカデル・デルリオと表記されることが多い。スパイとしては、ジャック・モルナール、フランク・ジャクソンという偽名を持っていた。 イタリアの映画監督、ビットリオ・デ・シーカの妻となった女優マリア・メルカデルは、イボイモートである。弟のルイス・メルカデル・デルリオは、無線技術者。母親のエウスタキア、マリア・カリダド・デルリオ・エルナンデースは、カンタブリア人商人の娘であり、スペイン領キューバで生まれた。父親のパウ・メルカデル・マリナは、カタルーニア人実業家の息子であり、バルセロナ近郊のバダロナで生まれている。 1914年2月7日、ラモン・メルカデルはバルセロナに生まれた。両親はやがて別居し、母親と共に少年時代をフランスで過ごした。スペイン共産党員となった。ソ連内務人民委員部のエージェントだった母、マリー・アカリなどの勧めで、ラモンもエージェントとなり、母の丈夫だったナウム・エイチンゴンの指揮の下、トロツキーの暗殺を準備した。 エイチンゴンの同僚だったパベル・スドプラトフによれば、メルカデルは大変頭が良く、意志の強い人物で、自分の命を捧げた事実が、歴史的に正しいものであると強心的に信じる人物だったという。エイチンゴンは任務を確実に実行させるために、メルカデルへの資金援助を惜しまなかった。百三十九年九月、メルカデルは、カナダのパスポートで、ニューヨークに向かい、 トロツキストのシルビア・ゲロフに接近した。同年10月、トロツキーのいるメキシコに向かい、会社の仕事だと言って、シルビアを信用させた。1940年3月、ジャック・モルナールの偽名で、トロツキーの別荘に出入りし、新たにトロツキーの秘書になったシルビアと共に自分をトロツキーの支持者だと信用させ、家のセキュリティなどを密かに調べ上げた。その間には、 メルカデルの母、マリー・アカリなどがメキシコ入りする一方で、弟ルイスはエイチンゴンの要請により、パリからモスクワに送られており、彼らは事実上の人質となっていた。そのような状況の下で、5月26日頃に、メルカデルはついにエイチンゴンから暗殺の命を受けることとなった。メルカデルがトロツキー暗殺に用いた、ピッケル1940年8月20日午後5時。 メルカデルは自分の論文を見せるとして暗殺のためにトロツキーの別荘に入った。書斎でメルカデルは7センチメートルのピッケルを論文を読み始めた。トロツキーの頭に振り下ろしたが、トロツキーは意識を失わずに叫び声を上げ、メルカデルに噛みついた。すぐに警備員がやってきて逃げようとしたメルカデルを袋叩きにした。血まみれになったメルカデルは、俺は、 こうしなければならなかったんだ。あいつらは俺の母親を抑えているのだ。そうしなければならなかったのだ。今すぐ殺せ。そうでなければ殴るのだけはやめてくれ。と訴えた。これを見たトロツキーは、殺すな。まず尋問すべきだと、かろうじて言葉を発した。結局これが致命傷となり、トロツキーは事件の26時間後に死亡した。 メルカデルがトロツキーを殺したと知ったシルビアは、卒答した。エイチンゴンとカリダドラ首謀者たちはその日のうちに、出国し、一年後に、モスクワへ帰還した。メルカデルには、レーニン勲章が贈られ、代理として、カリダドがスターリンから直接授与された。逮捕後、メルカデルは、シルビアとの結婚を拒否されたための私的な報復だと、主張して、一切の証言を拒否した。 8月22日、プラウダ紙は暗殺者はジャン・モーガン・ワンデンドラインと自称し、トローツキーの信奉者かつ側近であるとして関与を否定した。メルカデルは犯行の状況を除いて自供を拒み続けた。メキシコの裁判所は彼に最高刑の懲役20年を言い渡した。メルカデルは、獄中で歴史が必ず自分を高く評価するだろうと主張し続けた。 しかし、指紋の分析から1950年の9月になって、メルカデルの正体がようやく突き止められた。服役期間中も仮釈放を条件に真実を明らかにするよう説得が試みられたが、メルカデルはこれを拒否して、景気満了まで服役した。1960年5月6日に釈放されて、キューバに移送され、その後チェコスロバキア経由で秘密裏に、ソ連に送られた。 同年5月31日、メルカデルに、ソ連邦英雄の称号、レーニン勲章が授与された。ラモン・メルカデルの破壊し、偽名、ラモン・ロペスの下に、本名が刻まれているソ連では、ソ連共産党中央委員会付属マルクス・レーニン、趣味大学職員として働いた。しかし時はすでに、スターリンの死後であり、上司のエイチンゴン、スドプラトフは、すでに失脚。 投獄されていた当然、メルカデルも逮捕はされなかったが事実上役会社、扱いだった。そのため、彼が希望していたソ連共産党への入党は、拒絶された。失望した、彼は1970年代中盤、フィデル・カストラの招待により、キューバに移り、キューバ外務省顧問となった。彼は呼び寄せた母カリダドと共に、ハバナで暮らし、 カリダドの死から3年後の1978年10月18日に肺がんのため死去した。メルカデルの遺体は未亡人の要望によりモスクワに移され、クンツェボ墓地にラモンロペスとして葬られた。また、ルビアンカにある KGB 博物館には彼を検証した一角がある。ありがとうございます。